く。どうも、味噌カツですということですね、今回はですね、味噌カツの作る焼き味噌うどんでございます。味噌うどんっていうとね、味噌煮込みうどんとか、ね、想像される方が多いと思うんですけども、僕がね、めちゃくちゃうまくて簡単だと思ってるのは味噌味の焼きうどん。これマジでうまいです。つまみにもなるし、主食にもなるし、そりゃ大変なことでございます。冷凍うどんを使って、ささっとランチでできて、非常に簡単なんですね。で、しかも、めちゃくちゃうまい。味噌焼きうどん。作っていただきます。リュウジのバズレシピ。材料はもう簡単。冷凍うどん、キャベツ、ニンニク、豚バラ。こんだけ。あとは調味料概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。今回はですね、焼き味噌うどん、これはですね、お酒も食にもなるっていう最高のレシピでございますということですね。私に焼きを入れていきたいと思います。ギュッ。ということで皆さん、僕に焼きを入れていきます。乾杯。ひよってるやついる。どうでやっていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。これを切って、まああとはね、本当にざく切りです。はい、これはね、だいたい8分の1個ぐらい使ってますね。はい、こんな感じのざく切りです。で、これ芯の部分ね、芯の部分はこうやって薄切りにして、そうすると食べられるからね、一緒に焼いてもね。はい、で、ニンニクはもう剥いた、もう用意しておきます。豚バラはちぎってね、ちぎっちゃおう。そうするとね、汚れるのは我が手だけだから、自分の手しか汚さないからね。まな板が汚れるぐらいだったら自分の手を汚した方がいいです。じゃあ最後はね、ちぎった豚バラに軽く塩コショウね、して、これで焼きに移っていきます。すいません、こいつをね、解凍するの忘れてました。これはね、本来は最初にやっとくべきです。はい、じゃあやります。ここで、僕の場合はラードない方はサラダ油でもいいんですけども、ラードだとコクが深まります。だいたいね、5センチぐらいね、まあ大さじ1杯ぐらいかな、はい、のラード入れます。で、なんでラードを使うかっていうと、ラードの方がね、コクが出るんですよね。はい、なんで、ちょっとお店っぽいような、焼きうどんが作れます。で、ここで豚バラもね、なるべく広げた方が、豚バラがダマになんなくて肉団子みたいになっちゃうんでね、そのままガーッと入れちゃうとね。なんで、なるべく広げながら入れた方が、非常に効果的です。こんな感じでね。で、豚バラは僕いつも言ってるんですけど、カリカリまで炒めなくていいんで、はい、ちょっと焦げ目がつくぐらいです。カリカリまで炒めちゃうとね、肉の食感硬くなっちゃうんですよ。で、ここにもうキャベツ入れちゃいます。で、キャベツも軽く炒める。春キャベツだから結構膨らみますよ、これね。はい、こんな感じで、まあこれどういう風になったらいいかっていうと、こうやってキャベツに少し焼き目がついて、少しこの油をまとってテカってきたらですね。はい、でここで調味料入れていきます。甘みのお砂糖です。お砂糖がね、小さじ半分入れてください。はい、甘み重要です。お味噌ですね、大さじ1杯入れていきます。で、お醤油、大さじ半分のお醤油入れます。あとはみりんと、みりん大さじ半分、はい、お酒大さじ半分、はい、これがタレですね。はい、まあ、味噌がベースで、まあ、お醤油も入ってて、で、これを炒めていきます。味噌豚にね、焼き味噌豚を作るような感じですね。はい。そして、味の素。豚のイノシン酸に、味の素のグルタミン酸。ね。4振り入れることによって、非常に旨味が強くなります。はい。ニンニクの香りも入れていきたい。スパイシーな香りね。まあ、半かけ分。はい。で、もうちょっとスパイシーにしたい。輪切り唐辛子、はい、ここで入れます。で、さらに、胡椒もパラッとでいいですよ。あんまり入れすぎると辛いですからね。はい、そうするともうキャベツとかはね、かなりしなってるんですよ。そしたらここでうどん入れます。この焼きうどんマジでうめえから、ほら、うまそうでしょこれ。マジでうまいから、じゃあ盛り付けしたいと思います。これはね、旬の春キャベツもたっぷり使えてめちゃくちゃいいんだよね。あー、うまそうでちゅねー。そして新鮮だ、そして冷製、そして最後にラーの油です。
はい、ラー油は全てを救うということで、世にも美味しいやみつき焼き味噌うどん完成でございます。それでは焼き味噌うどん食べていただきます。くー、おー、キャベツたっぷりだね。俺の焼きうどんレシピの中で一番うまいのこれ。気候の焼きうどんもめっちゃうまかったけど、ちょっと超えてっかもしれない。うめえ。味噌がね、絡まるんだよね。ピリ辛さがめちゃくちゃうまい。ニンニクも効いてる。味噌とニンニクってなんでこんなうまいのね。教えてくれ。酒が止まらん。酒が止まらんよ。最高です。いや、酒飲み、よいしょい、えい、酒飲み二郎さん、よきいただきます。よきです。これは好き。すごっ、うまっ。これすごいね。うん、焼きうどんこれでいいと思う。うん、こんなに味噌が際立つんだね。うどんにも野菜にも絡まってるから、どこ食ってもうまい。うん、お酒も飲める定食屋さんに置いてほしいんだよね。これだけでも行く人もいれば、お酒と合わせて行く人もいる。これはね、お酒が飲める定食屋さん千葉にはないんだよね。千葉はね、酒飲みしかいないから居酒屋しかないし、定食屋さんってまずないんだよ。ランチだったら、まあランチだけで定食やってるところがあるけど、確かに夜で共存してるところはないね。そう、焼きうどんのやつなんだ。ということでね、この焼きうどんはね、ぜひやってもらいたい。皆さんもこのやみつきうどん、もう無限うどんでいいんじゃない？無限、無限でしょ。それか、アルシうどん。ということで、もう焦点を開き、また来週。毎回、毎回同じことやってて、よく見てくれるよね、視聴者の皆さん。毎回同じことやってるね。もうね、これね、つまんないとかつまんなくないとかじゃないんだよね。もうね、やること、これやらないと気分上がらなくなっちゃったんで。